背番号1番杉本拓也です。動画撮っていきます。今終わりました。お疲れ様です。キャプテンの杉さん。あ、1、2、3、3密です。3密です。あれいいですか。プーさんが好きなのは、え、プーさんが好きなのは、プーさんが好きなのは蜂蜜。おー、王じゃない、王じゃない。今から子供の幼稚園のお迎えに行きたいと思います。普段は車でお迎えに行くんですけど、まあ調子のいい時や元気な時はなるべく歩くようにしています。それでは行ってきます。子供子のお迎えに行ってきました。幼稚園楽しかった？何した？何したの？幼稚園何もしてない？固まってます。今日はレゴで遊んだみたいです。今日は幼稚園が夏祭りをやってるらしくて、ジンベエを着てます。どう？似合ってる？ジンベエかわいい。かわいいって自分で言ってます。さあ歩いてそのまま家まで帰りたいと思います。急遽近くの公園によって逆上がりの練習をすることになりました。頑張れ。できません。頑張れ。もう一回もう一回、前まではできるみたいです。おお、逆上がりはできない。やってみて。せーの、伸びしろに期待です。伸びしろしかありません。頑張れ。元ちゃん、えんちゃん、どう？逆上がりできそう？できなそう。できなそう。気持ちがあれなんじゃない？ちょっと。今から子供たちと運動したいと思います。はい。頑張ります。はい。1、2、3、4。いとちゃん、げんちゃんたちのページチームね。まあこんなこともあります。2、3、4、5、4、5、まあ、何枚げんちゃん？4枚。2、4、5、何？げんちゃん何枚？これ7。はい、スキップ、はい、お父さん、メガネじゃ。練習終わりました。今から去年まで一緒にプレイしたジョーモリ君とご飯食べます。久しぶりです。はい、お願いします。カッパです。いきます。今からジョーモリ先生に、いや、先生、前牛を辞めて今中学校で非常勤講師をしてます。はい、で保健の授業をしてて、はい、で五大栄養素は何ですかと、うん、皆さん答えれますかと、うん、いやクソつまんないなこれ。で五大栄養素何ですか？はい、タンパク質、はい、脂質、はい、糖質、はい、ビタミン、おお、ミネラル。おう、で、最後に、最後に何？最後にって何？最後に何？何やる？最後に、その五大要素の中で一つだけカロリーが違うやつがあります。おう、それは何でしょうか？ 1g ずつ取った時のカロリーが違うものがあります。それは何でしょうか？へえ、カロリーが違うやつって何？どういうこと？カロリーが違うってどういうこと？カロリーって、うん、まず1カロリーってみんな、はい、そのコンビニで出るじゃないですか。1キロカロリー、1キロカロリーって、うん、何かわかります？カロリーって何？そう、カロリーって何？そう、脂肪みたいな感じじゃないの？
違うんすよ。何？俺初めて勉強してなんですけど、うん、1g の水を、うん1度上げる熱量らしいです、うん、がカロリーで、で36度のアンブじゃないですか、うん、でそれをずっと自分の体の水、うん、水分を上げているの消費量、そのカロリーっていうのをカロリーって言うんですけど、1g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  取った時にカロリーが一つだけ9キロカロリーのやつがあるんですよね。それは9キロカロリー、はい、1グラム以上9キロカロリーの何食べ物は44449なんですよ。その食べ物は何かと五大要素の中で、ビタミンあ、違う、ミネラル、ミネラル、脂質です。なんでそれ脂質、脂質なの。そうそうそうなんですよ、で脂質で、はい、これさ何ですか、どこに需要あるんですかこれ、この話これほんまどこに需要ある。脂質なんですけどね、そのじゃあ脂質はいらないんじゃないかとあるじゃないですか。でも、ちょっとうちのおかんの話していいですか。はい、うちのおかんうちのおかん、すごい脂質の中で好きなものがあるんです。はい、それを忘れた言うんやな。だからちょみんな考えてくれ、杉さんじゃあ考えてくれないですか。ヒントは、KP です。 KP？ 何 KP って。 KP です。 KP 脂質 KP 分からない。 KP ってかかかKP? わからんなこれ伊藤ちゃんどうやって編集する。 K かかわからん。なに、あ、それ片揚げポテト違うんか。いやわからんわそんなの。いやでも KP でわかるかお前。おかんな、片揚げポテトではないって言ってたやんか。KP、 じゃあもっと他なんか 言うてなかった。うん、大きさが2つあるらしいっていう、三日月になったやつと、うん、ちょっとこんぐらいのこんぐらいのやつが合わさってるっていう、比率は最近変わったし7対3らしい。7対3かな、6対4で入ってるらしい、っていうね、袋の中にな、それ何やと思う杉さん。ちょっとわかんないっす何、全部一人やって、全部一人やって、全部一人やって、それね、え、正解は正解は諦めます。正解は、うん、柿ピーです。あーで、柿ピー、うちのおかん柿ピーすごい好きで、うん、うちのおかん特徴、すっごい肌が綺麗なんですよ。うん、肌が綺麗、うん、で、それは脂質を食べることによって肌が綺麗になります。へえ、そうなんです。ただし、9キロカロリーなんで、うん、おかんごめんな、ちょっとだけ太ってます。おかん、なるほど、いっぱい取りすぎちゃうの、うん、っていう、だから、脂質は適度に食べることを、はい、お願いします。はい、今ジョウモリのお母さんの話でした。ありがとうございます。カッタしてくれまあ相変わらずジョウモリくんってことでした。ありがとうございました。相変わらずって、はい、また一応人気先生らしいです。いや全然、頑張れ前牛。まだ応援してくれてるみたいです。試合に行かせてもらってます。あ、来てくれてるみたいです。スタジアムで会った人は声かけてください。お願いします。はい、ありがとうございました、ジョウモリくん。後で一発芸しますご飯食べ終わりました。ちょ待って、ごちそうさまでした。ちょ待って、わからんって。ジョウくん今どうする。過去ネタ、過去ネタやったらいいですか。もういいよ、行く、行っちゃう、行こう、お願いします。はぁ、陰陽師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 、落ちたわ落ちた、あかん、落ちました。どういうこと、どういうこと、どういうこと、オンとオフって。あー、なるほど、なるほど、なるほど、おい、お疲れです。もうそこだけ使ってくれ。うん、ありがとうね。脂質を使うな。ありがとうね。ありがとうございました、ごちそうさまでした。いや、全然、こちらこそありがとう、頑張ってね。
いやもう頑張ります。ジョンモリ君でした。長い長い。おふみょうし、おふみょうし、おふみょうし、長いってもはい、竹山君おはようございます。やめてください。いや練習前です。どうですか、今日の練習頑張れそうですか。はい、頑張れません。はい、すずさんです。いつも準備ありがとうございます。こんな感じでやってくれてます。次は森島選手です。いや、やる気出して頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ、お願いします。スカレッシーさん、YouTube です。また明日。また明日。もっと厳しいいきますわ。いやいや、ちょっと軽くしてください。はい、わかりました。また明日です。はい。